どうも皆さんこんにちは、宮沢ジュリです。ジュジラチャンネルご登録いただきありがとうございます。ですね、まず何の投稿もないのに、チャンネル登録から始めてくださったこと本当に感謝しております。何の投稿を一番最初にやろうかなって思った時に、自己紹介からまずは宮沢ジュリを知っていただこうというところから始めようと思って、自己紹介から始めたいと思います。私の家族ぷーちゃんです。宮沢ぷーちゃん10歳です。よろしくお願いしますさて、じゃあぷーちゃんはこっちにね行っていただいて、まずはですね、私のことを知っていただくために、宮沢ジュリ本名同じです。出身は長野県上田市です。まあまあ田舎育ちでございます。そんな田舎育ちの私がですね、12歳の時にテレビに初めて出ました。当時ですね、日本テレビ水曜日の9時からトンネルズの生でダラダラ行かせてというトンネルズさんの番組なんですけれども、セクシー小学生というコンテストがありました。セクシー小学生ゴングショーというコンテストがありまして、そのコンテストに母が応募したのがきっかけになります。小学生なのにセクシーにお化粧とかして大人っぽく見せて、誰が一番大人っぽいかというコンテストでございます。今ね、そんなコンテストしたらどうなんだろう、びっくりしちゃう企画かなって思うんですけれども、その、第4回で優勝をいただきまして、そこのセクシー小学生の中から出た子たちの中から、また新たにオーディションをして、ねずみっこクラブというアイドルグループですかね、小学生のグループなんですけれども、そのねずみっこクラブの一員になったのがデビューのきっかけです。1993年の1月の24日に、ポニーキャニオンさんからねずみっこクラブ、ねずみちゃんがわかりませんという曲でデビューさせていただきました。でですね、私といえばその後戦隊もののピンクに後になるんですけれども、同じ93年が、大レンジャー、私は大レンジャーの年にきっとデビューをしたんだと思うんですけれども、セクシー小学生ちょっとお見せしようかなって思って、お家にあったこの多分おばあちゃんとかがねずみっこクラブの当時の写真をこうスクラップしてくれてたものがあるんですけど、私はどれだこれですね。で、雑誌とかでよくこう出てたものなんですけれども、これ何の雑誌かちょっと分かんないですけど、これですねこんな感じです。こんなグループやってました。表作になるのかな、銀河マン、青春戦隊銀河マンの銀河ピンク役役をやらせていただきました。こんなです。猫の成獣が猫なんですけど、私は猫銀河ットという猫と一緒に戦う女の子、花の戦士の女の子です。で、まあすごいいろいろあと一人でこうやっていって活動していって、いろいろこうドラマとか出させていただくんですけど、25歳くらいの時ですかね、24歳の時かな、引退します。芸能界じゃなくてもうちょっと違う世界も見てみたいななんていろいろ思いながら、芸能界をもうやめようと決断して、一切テレビに出なくなりました。もう10年以上ですね、それから経って、あるきっかけでお友達からお声をかけていただきまして、10年以上ぶりにニコ生、当時
あのニコ生だったらなんかちょっとこうあんまりね、あの普通の地上波のテレビと違って敷居が高くなくて、久しぶりにちょっとそういうお仕事をお誘いいただいたのでしてみようかなっていうのがきっかけで、こう人前に出ることが10年以上ぶりにありました。でそしたらですね、戦隊ファンの皆さんとか、あとこう待っていてくれたという皆さんの思いがすごくこう私に伝わってきまして、ありがたい。こんなね、もう10年以上も経ってるのに、やめて10年以上、青春戦隊銀河マン終わって今年25周年、25年前にやらせていただいてた作品を愛してくださっていて、皆さん待っていてくださっていて、それからこうなんかこう私の世界も変わりまして、人前に出ることも楽しくなりましたし、ありがたかったです。何よりとってもありがたかくて、温かくて。でそんなこんなをしているうちに、何かこう届けたいな、皆さんにこう思いを届けたいなということを思うように、強く願うようになりまして、ちょっと宣伝みたいになっちゃうんですけど、このねえという曲の作詞書かせていただきました。この曲は10年以上引退してたけど待っててくれたファンの人に、ありがとうをどうしても伝えたい気持ちを歌にしました。やっぱ10年の間に私もなんか辛いこととか、ね、なんかこう大変なこととかもいっぱいあったので、それを乗り越えてみんなに会えて、みんなからパワーをもらってっていうところを、思いを伝えられたらなと思った CD です。ぜひ皆さん聞いてください。お、ぷーちゃん、はい、ということで、これからちょっと長くなっちゃいましたけれども、これからいろいろ投稿、ぷーちゃんもこれから出てくると思うんですけど、投稿とかさせていただきたいと思いますので、楽しみに待っててください。よろしくお願いします。